ఈ 時刻は夜8時を回りました日曜日の憂鬱の時間です日曜日の憂鬱の時間ですえ番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君寛と争わない弁護士工藤敦子ですよろしくお願いいたしますお願いしますはい、この番組は、えー、日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております最後までご視聴よろしくお願いいたします はいえー、また番組ではメッセージを募集しています。えー、メールアドレス、宛先は <laughs> 7、7 9 7アットマーク f m g u i n o n e c o m 7 9 7 a t m a r f m g u i n o n e c o m までお願いします、えー。YouTube でも同時に配信をしています。えー、YouTube から f m g u i n o 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。いますはい。ということで、<laughs> 2月。ということで。お 終わりですね。早いですね。終わりですね。2月26日。はい。はい。なんで2月日、ね、2> なん28日なのか。うんうんうん。はい。なぜなのか。<laughs> なぜなのか。<laughs> それは元の事情なんですね、うん、多分そうなんですね。<laughs> <laughs> はい。まあね、2月だから早いですね。そうですね。明日、今日が26だから、あさって、 で、うん、もう今週3月に入るってことですね。そうですね。早いですね。2月も節分あって、バレンタインデーとかあって、結構いいうん、うん、あった感じなんですけど。<laughs> ね、もうこの週末はね、はい、ひな祭りということでね。そうですね。はい。うん、ということで、もう気温もなんか結構こう、風が吹いたりして、寒かったり、暖かかったり。 って感じですけどなんかもう3月入ると結構気温が上がってきてる感じですね、ま,あ、またそんな安定はしないのかもしれないですけど、うんうんうん、本当ですねで、先週まではね、東京も寒かったですけれども、うん、上がってきますねそうですね、まあ、そこでこの今のだいたい話題となるのが、はいま、マスク外すか外さないか問題です。<laughs> 3月14日から解禁じゃないですか、もうマスク。<ー>拘束がなくなる。まあ、こうだって今まで拘束はされてるんですけど別に、ね。そう、義務ではないんですよね。<laughs> マスクするのは。どちらでしょうねっていう。うんうん、どうなんでしょうね、う<チ>あやっぱり日本人なんで、うん、結構、すごくこう周りを、なんか気にも,うもう気にし始めてるっていう感じが。<laughs> <laughs> <laughs> どうする、どうするみたいな。どうしたらいいんだろうね。 <laughs> うんうんうん、本当ですね。うん、なんかでもね、慣れちゃってますもんね、マスクするのに。そうですね。うん、うん。確かに、どうなんでしょう。ね、まあでもね、しないほうがね、<あ>楽は楽ですけどね。うんうん、そうですね。うんうんうん。ただまあ,あの、花粉の季節でもあるのでね。そうですね。だから3月はどうなんでしょうね。うんうん まあね、普通もともとやる時期ではありますよね。結構。そうそうそう。3月いっぱいは。そうなんですよね。多分予想としては3月いっぱいは結構やる人が多くて、で、だんだん外し出すんですよ。外し出して外し出して、で、まあ花粉の時期は多分3月、まあ四月、早くてももう4月いっぱいでは終わるんで、うん、多分ゴールデンウィークで結構、はいはい。も上がって。 結構、うん、開けたりするじゃないですか、いろいろ。まあ、知人,人、家族とかと。で、その中で多分マスク外し出すんですよ、多分。ああ<ー>。<laughs> ゴールデンウィーク明け一発目に、様子を伺いながら、<laughs> マスクしない人が結構増えてたら、多分そこからもうマスクしないっていう方向に。まあ、でもそれでも多分やる人はやるんだと思うんですけど。そうですね。<あ>うん。その方、ねまあはい、そうがね、うん、落ち着くっていう方もいらっしゃるでしょうしね。 スマホにずっともう最初スマホスマホって何それって言いながら、うん、あの使いづらいしみたいなこと言ってたけど結局、うん、言っらもうほとんどの人はスマホなんだけどガラケーの人もいるわけじゃないですかはいまあそうですね全然例えになってなかったですけどうん、うんうん、分かるより分からなかったですけど という感じですかね、オープニング。ですかね <laughs> はい、わかりました。じゃあ、ここで一曲お聴きください。スピードでホワイトラブです。はい。はい。ということで、今日の話題はですね、はい、脳の動かし方っていうところに触れてみたいと思います、うん。おいいですね、脳の動かし方。<の>どういうことですか、ねはい、こ,のこの話は脳科学とか、 僕自身が脳,脳科学についてすごい勉強したとかっていうことではなくて、脳、はい、の、えー、と動かし方ですね、科学じゃないんで、全然こう、うん、立証が取れてるとか、エビデンスがあるとかっていう意味ではないっていう、今日のお話です。はいはい、そもそも脳にはよく、右脳左脳っていうのがあるっていうのは、まあ、よく右脳の使い方と左脳の使い方で、どうのこうの脳っていう、うん、結構浅はかな感じではい,、はい、いいんじゃないですか。 あはい、はい、れはもうほんと表面的なだけであって本当は脳って4層構造になっててはい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 それぞれのキャラがあるんですお<う>でそこの4層構造についてまあ詳しく話すとめちゃくちゃ長くなるんではい簡単に言うとそこの4層構造の構造を分かりながらあ今このキャラが強く出てんだなこのキャラが強く出てんだなっていうのをう 抑制しながら、抑えながら、あのど,どれか1個がで、はい、1> 出すぎると多分ダメなんです。主に他能の一番ステップ1っていう部分が多分大まかに出るんですね。ちょっと自己主張するとか、わがままであったりとか。で、そこを抑えるのが必要なんですよね。いうの脳のステップ3の上の方は楽観的な考え方をするんです。うん なのでそこの4層構造がうまくこう会議をしながらいくっていうのが、はい、脳のいい動かし方使い方動かし方ですねっていううなるんで <laughs>、まあ、詳しく知りたかったらですね、はい、ちょっとコメントくださいということで、まあ、脳の使い方からなんですけど、うんうん、そもそも敦、うん、子さんはなぜ弁護士に なろううと思ったんでしょうか、まあ、改めてですけど改めてですね。はい、これはまあ流れがあったっていう感じなんですけれども、<laughs> ほう,ほう,ほうなんでね、なんでね、もともと私、弁理士っていうあの特許の代理人の方の仕事をしていて、うんでまあ、ちょっとそこがすごい忙しくってあの、ちょっと環境を変えたいなって思ってたところに、 まあ、あの、司法試験で制度改革があって、あの、ロースクール制度、法科大学院制度が始まって数年経った頃だったので、この司法試験に、 あの、受かりやすくもなってた。まあ、大学、大学に行くっていうのが条件なんですけれども、はい、他の大学院に行って、えっと、そこから受験するっていう制度に変わってきた時期だったんですけれども、まあ、それで、あの、私もともと理系出身なので、まあ、勉強し直せるっていうところもあって、で改めて法学部行ってみるのいいかなって思ってたところ、 っていうのと、なんかこう時期が重なった感じなんですよね。で、一ははは、はい、財の知的財産のことは分かるんですけど、けれども、はい、民法とか一般法が分かるわけではないので、まあ、全体的に勉強したいなって思って、えー、あと大学入り直したいっていうの、大学生になるの好きなので,あで、勉強したいとか、あと、まあ一回休みたかったみたいなのが大き<ー>いのですけど、仕事離れてね。っていう流れで、はい あのー、はい。司法試験の道に行ったっていう経緯があります、ね。なるほど。それは素晴らしいかもしれないですね。うん。なんか、ここに、ちょっと、まあ、ある方が書いてあるんですけど、まあ、大体、司法試験って5回まで受けれるんでしたっけそうです。卒業して5回。なるほどですね。で、何回目で合格したんですか ?5 回目ですよ。あ、5回目。まあ、でも5回か。あ、すごいですね。それはそれは。<laughs> まあ大体、こう、えっ、ー、と、 何回も受けれるにしても、大体3回以上受ける人は結構危険ゾーンに入ってくるって言って、5回以上受ける方はもう正直その受かる可能性は非常に、そのまあ司法試験に限らずです。あらゆる資格。5回以上受ける人はまあ受かる可能性がないというか、もう目的がまず多分ちょっとずれてるっていう話なんですよ。それはもう脳の動かし方っていう視点で考えると。で、大体こ,うえとこの方が言ってるのは、 いろいろな、まあ、1500人ぐらいの,その受験生を指導してきた、5800人か、の受験する、はい、まあ,ある資格のですね指導してきた中で、えっと、以下のような方は受験回数が増える傾向にありますっていうのがあるんですよ。はははいはい、はい まあこれも脳の動かし方なんですね。はい,はい。っという視点で、えっと、思考という視点でなんですけど、サラリーマンを辞めたいとか、うん、あと社会復帰したいとか、うん、借金を返済したいとか、あと旦那さんと離婚したいとか、うんうん、バカにした人を見返したいとか、うん、親に認めてほしいとか、うんはい、親や家族との約束を果たしたいとか、自信をつけたい、手に職をつけたい。 このような目的で勉強している方は目的がずれているためほとんど受かりませんっていう。ああ、なるほどですね。仮に、まあこのか、こういう方が、うん、あの大体5回以上ある傾向にあるそうです。まあ中には10回以上っていうこともあるまああのですねあ、えっと、司法試験5回までしか受けれないんで、あれですけど、多分受けられたんですよねい、うん、いっぱい昔はそうですよ、いくらでも。 うんうん、はい。回数制限なく。っていうことみたいです。まあ、なので、5回、3回から危険ゾーンに入り、5回超えたらもうや諦めた方がいいっていう。っていう、まあ、てか、まあ、そもそもあれですね、うん、目的っていう部分において、多分そのえっと脳にはこう苦痛系回路と報酬系回路っていうのを2つを大まかに分けるとあるんですね。はい、多分ぶのさっき言った、まあ、サラリーマン辞めたいとか、なんか、 親に認めてほしいとか、手に職をつけたいっていうのは、はい、どっちかと苦痛系回路でやってる脳の,の,の動かし方なんですね。はい、多分でも今、後から言ったのは、<え>多分報酬系回路なんですね。ゆっくりしたいし、ちょっとまあ、学生に取っちゃおうかなみたいな、<laughs> まあその余裕がある方が、やっぱ、多分こう楽観的にこう、なんですか、脳のあの、上の部分をた使って <laughs> あので、うまくそのの、えっと、勉強できる機能を使いながら、やってて、合格したっていうパターンだと分析されます。 おわ、はい、かりました。なので、まあえっとまあ、ただそれを、うんえっと、総評すると、まあ、要は公衆系回路をうまく使った人っていうのがやっぱりうまくいきやすいし、うんまあ、そこに目的があるのが一番いいっていう、目的というかゴールを設定するのが一番いいっていうところですかね。仮にこの苦痛系回路ですね、まあ、これで、まあ、例えば 資格試験合格しましたって言っても多分独立会議をでき,できないとかしたとしても多いことが多いと思うんですよね。よく社会のためとか人のためにってもちろんそれ気持ちは大事なんですけど、うんうん、そもそもそれってじゃあ自分苦しめてもそれやるのかっていう部分ですよね。うん、はい、なるほどですねなで。無能の2つの部分をで佐能を動かす。 2>, うん、あの2つを動かす、これがすごい重要な感じがします。<laughs> はい、なるほどですね。大体ほとんど世の中の99%の人が、左脳二2つしか使ってないパターンをですね、うん、左脳が左脳を動かし合って、傷つけ合ってる感じなんですね。自分で自分を苦しめてるパターンが多いんで、うんまあ、左脳がいけないわけじゃないです。うん、左脳はめちゃめちゃあのすごい重要な役割を果たすし、ただ、 右脳はもう本当なんですかね、今この瞬間しかないっていう部分しか捉えないんで、うん、まあその楽観的な右脳、はい、ですね。ただ右脳だけで生きてると、うん、この地球上には多分、えっと、下手したら死んじゃう可能性あるんで、この現実に見えてるのは左脳が機能してるから見えてるんで。うんうんうん。はい、両方大事ってことですね。そうですね。なので、うまくその4層が、えっと、作戦会議をしてて、サ うん、楽しくやってるのが一番集計、うん、回路で考えられる思考じゃないかなっていう部分ですね。なるほどですね。なんかそっか。自分のその時の試験のこととかを思い出すと、はい 2> 私、2回目に受けた時が一番合格に本当は近かったんですよ。3点足りなくて落ちて。はいはい、で、ちょっとその後、 ダラダラしてたみたたみいのがあったんですよねでも、その時なんか私、そなんでしょうね、本当あんまり言うとなんか家族に怒られそうですけども、結構その生活も気に入ってたところがあって、受験生してるって。基本、勉強が好きなんでしょうね、多分。<laughs> そうまあまあ、そうですね。もうやってたのと、あとなんか、一番最後、試験に5回目受かった時であのもうなんかね、楽しさしかなかったんですよね。あの もうどっちにしてもこれで終わりだって思ってたんで、もう、ここ、この試験受けるのも最後だろうし、もうだったら楽しんだ方がいいなって思って、うん、こう、試験受けに行くのを初めてこう、きなんだろう。そう、もうちょっと軽く楽しく思えたみたいなところ。<ー>うん、じゃあそこでうまく気に入ったんですね、うん、多分その。そうでしょうね。はい、その、補修系回路の方に基づいて、はい、何々。 したいとかっていうところですよね。うん、義務じゃなくって、はいしく、自分がただただしたい方向へっていうところを使うっていうことであれば、ただ,そうそうです、ね、た,だただしたいこともなんだけど、こっちの佐野の規、えー、<laughs> 定する機能も必要にはなるんですけど、す資格試験ってなると、まあ、特に司法試験も最高峰の試験じゃないですか。 誰もがやっぱりその佐野の機能を使えるわけじゃないんで、そこはやっぱり佐野の機能もすごい重要にはなってくるう, <laughs> うですねそ。そうですね、そもそも、なぜそこになるかっていう目的っていうのがやっぱり必要じゃないかっていうふうに言われてきたじゃないですか、ちゃんと目的を持ってとか目標を持ってやりなさいっていうふうな部分って、それ非常に大事なんですけど、でもそこだけだと多分ダメなんじゃないかなと思うんです。動かし方っていう部分においてはです。 だって別にそこに到達したから終わりじゃないしっていう部分あるじゃない、はい、まあ受験合格して学校入れたから終わりでもないし、うんなん、なんか大企業に就職できたから終わりでもないし、国家公務員とか、まあ、憧れの職業になったから、じゃあそれで成功かっていうわけでもないじゃないですか。ははい、はいまあそう考えると、うん、まあそれが本当に成功っていう人ももちろんいるし、それが本当それをんと楽しめてる人ももちろんいるんで。 そうですね。うん、っていう部分ですかね。うんうんうん。まあゴール設定は大事ですけどね。ゴール設定は大事なんだけど、楽しんでやるようなものを見つけないと、多分苦しい、うん、どうせまた苦しむんだなっていう思いです。そうですねー。そのゴール設定が はいはい、自分がこう、楽しいと感じるものだとっていうことですよね。報酬系回路っていうのは。で、普通系回路はこう、何かから逃れたいとか。うん、そ,うそうそうそうですね。だからよくこう、野球、例えば野球場行って、うん、なんかめちゃくちゃ、例えば、まあ今、ダルビッシュ選手が、 結構話題になってますけど、うんうん、ダルビッシュ選手見て、うわー、かっこいい、あ、なりたいっていうのは、もうめちゃいいんじゃないですかね。うんうん,うんうん。もう細胞一つ一つ,つが、なんかこう、鳥肌っていうか、もう、なんか、うんうん、はぁってなるときってあるじゃないですか。うんうん、はいはいはい。この瞬間って、多分めちゃくちゃ、あれなんですね、もう報酬系回路で、<laughs> うんうんうんドーパミンとセロトニンめっちゃ出てますみたいな感じですね。ううううんうんうん、うん、うん いいですね、確かにね、うん。でもなかなか人はね、どうしても苦痛系回路で考えちゃうんですよね、そうね日々で、うん。そういう時はどうしたらいいんですかねそういう時はですね、うん、単純に単純にですよ。うん、まあ苦痛系回路。まあでもな、これちょっと人によるか、余裕がないと無理か。<う>単純に、単純にです。ちょっとこ、うん、こその後があるんで。 あれですけど単純ですけど、お酒飲んで、ふわっとなればいいんです。<laughs> そうすると、報酬系回路一気に行くんであの、ドーパミンと<解>あのそう、そうですね、セロトニン一気に出るんで、うんはい、もうこの2つで幸せ幸福感って感じるじゃないですか、この瞬間、うん、あの報酬系回路になるんですけど、うん、なんですけど、うん、やっぱりお酒も本当飲みすぎると薬物と同じなんで、やっぱりその先があるわけですもね。うん、もうそこで味を締めちゃうと良くない。 ただあのお酒のまあお酒だけじゃないですよ人によっていろいろだと思うんですけどああ、うん、っ,ってもちろん人によっては出産だったりとかなんかこうほわーってなるあの,あの瞬間であったり憧れの人を見た時のあの細胞一つ一つがなんか立ち上がるような瞬間うん,、うん、なんか勝手に泣いてるみたいなうん、うん、あの瞬間が多分一番最高潮の瞬間なうん、うん、多分幸せを感じてるっていう瞬間なんでれで まあそううですね、うんそのために行くには、多分お酒飲むのが一番早いんですよ。一番早い <laughs> ただお酒は飲みすぎるとやっぱり本当依存しちゃうんで、依存するとまたそれが量が増えないと、そこの気にはいかなくなっちゃうんですよ <laughs> う、ね。うん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 、麻痺しちゃって。そうそうそう。だから、まあ、あとはお酒に対してだめな人もいるし。うんはい、うん、はいはいはい。 なるほどですね。でもなんかそういうものをお酒じゃなくても持ってるといいですよね。そう,そうですね。趣味ででお,お酒は本当早,早いですね。そこのなんかゴールしてないのに一気にゴールに行っちゃうんで、その、うん、なんか幸福感を味わうっていう部分。まあ、だから怖いっていう部分。うんうん、なので依存しやすいし、量も増えていくっていう。そして、えー、と肝臓とか <laughs> あの内臓をちょっと壊しちゃう。 <laughs> パターンになっちゃうし、あとお酒なしでは生きていけなくなるとかっていう風な精神状態にもなってくるんで、まあ、それはそれで非常に危険なんで。そうですね。なので、まあ、ドーパミン、セロトニンって、まあ、幸せのあれですけど、そ,まあ、それを出せるような何かを見つけるのが一番いいんじゃないかなと思います。確かに。 何かかありますかお酒以外で <laughs> <laughs> お酒以外で、はい、なんでしょうね。でもなんかこう、好きなことでいいんでしょうねって思うんですよね。うん、なんか別にこう、例えば、なんか私だったら、こう、空いてる電車に乗って、外見てるとかでも好きですけどね。あでも幸せですよね。 僕もそうなんですけどもあの朝の本当にその通勤と逆の方向に乗る電車の中で本、うん、読んでる瞬間が一番幸せなんですよ。なんかうん、幸せですね確かにでちょっとこう何て言うんですかねあこ,これをやれば希望が見えるんだっていうような特に本読んでるとさっき言った細胞がもう細胞レベルでわーって奮い立つようなものが結構あるのでそうするともう電車ついちゃうんですけどね。<laughs> <laughs> あもう着いなんかこう、なんかあの本ん誰も結構乗ってない電車でなんかシートもあったかいし、うん、結構クッションになってるじゃないですかあれはいはいはい。なんかでもで、しかも朝日を浴びながら見る、ああ、いいですね。最高の最高ですね。でしかもちょっと動いてる方が多分んいい、ね、いいですね、はいいですね。だからなんか、まあ、あれこそパワースポットなのかなって思いながら。<laughs> <laughs> 考え方だけど<う>、うん。考え方じゃないですよ。うん、脳の動かし方ですね。<laughs> 動かし方ね。脳がどうなってるかです。うん、でも、その4つのタイプに分かれるっていうか、その脳がね、面白いで。ですね。なんか、よ,よく言う、右脳は、なんかよくこう、うん、感性とか、なんかこう、うんなんか芸術とか言うじゃないですか。で、その機能は結構言語、はい、まあ、もちろんそれは大事な、それはあるんですよ。 うん、でも、どっちかっていうと、それはもうちょっと細かく言うと、4層構造のうちの、えっと、サークル1とサークル3に値するんですよね。その下があるんですよ、佐脳も,も、うの、ん、も。あの、あれですよね、結局、左脳も、うえっも、と、思考のところと感情のところを持ってるっていうことですよね。そうです、そういうことです。だから、その、はい、なんか勝手に、左脳は思考のみ、右脳は感情のみみたいに思ってるけど、そこそこ、その2つを持ってるっていうことですよね。 うん、その4つがうまくこうなんですか、ね、話し合えばいいんです。で、どこが動いてるかっていうのを、うんえっと、感じ取れればいいし、うんまあ、変な足イライラするとか、なんかこう、うん、感情的になるっていうのは、佐野の,そのサークル1の部分が結構、機能してる部分が多くて、でもそれも、ふと悪いに返って、90秒経つと収まるんですよね。うんうん、でも、そこを収まらないように、また、なんんですかぶ、えっと、せて、そこを。うんうん やるっていうのが、えっと、危ないっていう感じなんで、まあ、まあ、今、やりすぎたなって思った瞬間に、90秒待てば、もうそれ収まるんで、うん、待てないからっていう部分もあるんですけど。うん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 。まあ、でも90秒でね、待っであれば、もう一回繰り返さないようにってことですよね。そう,そうです、そうです。自分を反応させちゃないで うんうん、あと、その教育っていう部分においてあの、よく学校教育の授業とかって、あれはもう左脳教育なんで、あ,<ー>まあ,あれに関しては、多分すごいその差はあるんだと思うんですけどね。なるほどですね。うん。今日のテーマは、脳の動かし方。脳の動かし方動かし方ですかね。考え方とかじゃないですかね。動かし方です。 結構重要なんで、考え方とかは関係ないですよ。<laughs> それはもう佐野の一部の機能だけなんで、考え方って言ってるの。うん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 。うん、どう動か、どう連携させていくかいう。そうですね、はいで。ここで、はい、そう、ここで大事なのが、どこを使うかっていう部分ではないっていうことですね。うん、4つのサークルがうまく話し合って、うんあのど、どこを動かしていくかっていう部分を分かっていることが重要っていうところですね。うん、うん 面白い。面白いですね。なんか不思議。それを考えてるのも自分の今の脳なのにみたいな。面白い。<laughs> えー、は,いはい。はい。なんか今日は脳の動かし方のお話で。うん。でもまあ単純に言うと多分本当に左脳の機能を失って、右脳だけで生きていくとめちゃくちゃ幸せなんですけど、多分命はもうないぞ、<laughs> その時点で多分。うん。この輪郭を作って、 なん人と,とか境界線を作ってる、認識してるのって、その左脳の機能なんで、はい、右脳の機能にはそこないんですよね、だからもう本当、全部一体なんですよね、右脳って。<ー>まあこれはまあある、えっと、博士が言ってることなんです、まあ、超有名な方ですね。博士が言ってるんで、<laughs> はい、なので。<laughs> なんていうだからどっちも大事なんですん<ー>で。左脳が悪いわけじゃなくて。左脳はね、生きていく上で必要ですからね。 ん佐ノちゃん、いい子いい子ってしゃげるのが一番いいですよ、ね。<laughs> 佐ノちゃん、よく頑張ったねーっていう感じで。サ、は、ノ、い、<laughs> ちゃん、偉かった今。よろしいんでしょうかみたいな。<laughs> そうだよ、そうだよ、そうだよって言って、<laughs> はい、頑張ってー、佐野ちゃん頑張ってーって。今日もありがとうえて。じゃあちょっと今日は脳の動かし方のお話で。決して脳科学について勉強してるとか、脳科学についていろいろなんかやったわけじゃないんで、脳科学は関係ないんです、はい、ここには。 もともと脳の構造がもうそうなってるっていうののお話です研究した人の,あの,なんですかその脳科学を研究した人のもをもとにうまくいってる人がまとめたことを今言っただけなんでわかりました <laughs> またちょっとどこかでこの続きしましょう <laughs>、うん、はい ありました。じゃあ、そろそろお時間となりますが、はい。この番組は日曜夜8時から放送しております。えー、来週もお聴きいただけると嬉しいです。はい。はい。はい、はい、ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。おやすみなさい。